里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。今日は、はい、ベストナイン巨人編ということで、はい、めっちゃ苦労しました。考えるのにすっごい真剣に考えてました。だってこれやっぱりルールがあるんですよね。ロッテ、ソフトバンク、ね、巨人とっていう3球団でどんどんやってきてますけど、はい、ルールとしては2球団以上で選ばれないっていう。もっち他のチームでもっと活躍してたらそっちで選ばれるから、そっちの印象が強いとそっちになるんですよ、うんうん、だからあのホークスの時に、はい、あの小久保さんを三塁で選んでるんですけど、はい、ジャイアンツも小久保さん来てますよね。そうか、はい、でも選ばれたらジャイアンツでは選ばないっていうのがルールなんで、はい、2チームでは選ばないんで、うん、そこはもう僕は独断と偏見で決めていきます。はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあ早速ピッチャーからいきましょうか。ピッチャーもう断然上原さんですね。はい、もう僕がまず受けた中で、うん、プロ野球界で受けた中で一番いいピッチャーが上原さんなんですから、はい、上原さんを選ばない余地がないですね。そうですね、これ豊さんの方のチャンネルで全体のベストナインにも上原さん選んでましたもんね。そうなんですよ、うん、だからもうそこなのに巨人で違うってなったらどっちが上だみたいな感じなんですよ。そうですね、はい、いやこれもう上原さんね、まあ、引退しましたけど、うん、だから逆に言って上原さんの球を国際大会っていう真剣の中、はい、受けれてよかったです僕。へえ、あれを受けてないと野球感が変わるっすね、はい、どう違うんですか、何がこうでこれはすごいってやっぱすごいの見た方が、はい、そこに合わせ方も分かるし、うん、これがいいすごいんだよって言ったらそうもっとこうした方がいいよっていうのがいけるじゃないですか、はい、だから絶対値が上がるんで、うん、そのためにあのすっごいのを受けてよかったですね。どうすごいんですか。いやもうストレートの球速にない力強さとコントロール、うん、変化球の制球力、はい、あとサイン一つで意思を全部組んでくれる頭の良さ。はー、サイン出したら、はい、これこのカウントのこの感じのバッターのこれは低めじゃなくて胸元ですよっていうのが同じサインで汲み取ってくれるっていう最高の、ちょっと構え方は変わりますけど、はい、誤差なしみたいな、もうほんと細かいところまで汲み取ってくれる、もう一つと構え方で全部を意思を汲み取ってくれる頭の良さと、うん、そのなんか瞬発力、へすごいですね。そんなすごい人だったんですね。の割にプライベートは普通なんちゃみたいに気さくなところも接しやすいですよ。あれまでねプライベートも寡黙な感じだとちょっと寄りつきがたいですか、はい、でもプライベートもあんちゃんみたいに接しやすいところも親しみやすいですよね。素敵ですね、はいはい、じゃあキャッチャー行きましょう。キャッチャーも阿部慎之助一択ですね。まあそうですね、いやまあそこまで打ってね、うん、405ホームランも打ちましたし、はい、まあ、キャッチャーとしてね投げ際だってこのね伝統あるジャイアンツをリードしてきたっていうのはね、うん、並大抵の重圧じゃなかったと思うんですよ。そうですね、そうしながらここまで来たのはやっぱすごいと思いますね、うん、なかなかキャッチャーで4番張ってる人っていやなかなかいないですよね。いないですよね、うん、その中でねしかも結果も残しながらね、うん、はい、ってなると、まあ、慎之助はまあだから将来的に監督になるんじゃないですか。ジャイアンツのね、なりそうですよね、雰囲気的にね、うん、感じで。ではファーストいきましょう。ファーストですね、はい、すっごい悩んだんですよ、はい、ファースト答え出ましたか。答えは出たんですけど、はい、納得してもらえるかは別として答え出たんですけど、うん、ちなみにじゃあ答え言いますね、はい、ファースト駒田さんです。ほー、これもなんでかっていうと、はい、いないんですよ、生え抜きが。あ、そっか、だから、うん、あの清原さんとか、はい、清原さん西武かなっていう、もしノミネートされるとしたら、はい、巨人じゃなく、うんうん、印象的には、はい、僕はで、あと入れられるから巨人では入れないっていう、はい、で江藤さんとかもいるんですけど、はい、江藤さんも広島の方がちょっと印象強いかなっていう、あ、なるほどなっていうところもありますし、はい、あとあの小笠原さんもいるんですけど、はい、ガッツさん、はい、いやガッツさん日本ハムだよねっていう、うん、そっちのイメージですね、イメージがだから、はい、多分ファイターズでガッツさんも入ってくるんで、はい、やっぱ巨人にはこのルール上入れれない、はい、ただあとイスンヨプ、はい、あのペタジーニ、マルチネス、はい、ロペス、うん、外国人だから外国人はそもそも入れないっていう、はい、南国のルールでルールじゃないですか、はい、うん、いないんですよ。まあそうしたらまあだそうしたらもうどんどんでなっていったら、うん、あの駒田さんまで帰らないと、はい、いなくなるんで、はい、まあ、駒田さんはまあ正直対戦してないんですけど、はい、この時から見てたんで、ええ、イメージで駒田さん入れました、うん、でも巨人って選手層めちゃめちゃ熱いイメージありますけどね。で生え抜きがいなかったんですよファースト。であと今ね新之助とかファーストに出たりしますけど、はい、ええ、だって新之助はキャッチャーで入ってるんで、そうですね、まあ、キャッチャーですからね、
あとまあ岡本とかになるんですよ、はい、ファーストもやってるんで、はい、まだ早いじゃないですか。うーん、まだ今来てるところですかね、いい選手ね、うん、今後あと5年ぐらいで岡本になるかわかんないですけど、はい、まだこの面々に名を連ねるのは早いですよね、はい、あでもこの長い巨人の中で岡本選手は割り込める可能性が出てきてるわけですね。うん、そうすると生え抜きに久しぶりじゃないですか。そうですね、で調べたんですけど、うん、全然いなかったんですよ、うん、外国人と、だこの人他のチームで入るなっていう人ばっかりだったんで、だからちょっと駒澤さんです。はい、はい、いや駒澤さんだってめっちゃいい結果の2000本安打で名球会なんで、はい、でもやっぱりこの対戦した中で選びたかったんですけど、うん、あのちょっと調べたらいなかったっていう、はい、はい、っていうところで、はい、はい、わかりました。ではセカンド、セカンドはですね、西さんですね、はい、やっぱり一番西、うん、スピードスターでもあるし、はい、守備力もすごいし、うん、ね、打ってもっていうところで、はい、まあ、セカンドはやっぱ西さんが、これも考えたんですけど、はい、西さん以来ジャイアンツのセカンドって、うん、バシッとハマる人少ないですよね。レギュラーっていう人が西さん以来いないんちゃうかっていう、そこからもいろいろ、まあ片岡がね、はい、FA で来たりとかもありますし、あの若い選手がどんどん出ながらも固定されないで、今もそうですよね、うん、吉川出てても怪我して、はい、まあ、若林になったりとか田中になったりとかっていうところで、うん、なかなかこの固定されてないんじゃないのかなっていう、西さん以降は。なるほど、なかなか固まらないんですね。そうですね、だからもうここはバシッにしたんですね。はい、わ、はい、かりました。ではサード。サードですね。これもちょっと納得してもらえるかわかんないですけど、はい、原さんです。原辰徳さん。対戦してないですよね。対戦してないんですけど、はい、サードもね、はい、めっちゃ調べたんですよ。はい、これも他の球団あの村田とか、はい、あそうか、村田選手も。村田はどちらかというとやっぱベイスターズ入れたいじゃないですか。ジャイアンツっていうより。私は巨人の印象はめちゃくちゃ強いんですけど。やっぱちょっとベイスターズかなっていう。あとファーストちなみに落合さんも入ってたんですけど、落合さんちょっとジャイアンツ違うとこだと思うんですよね。巨人生え抜きいなすぎませんか、そう。いやちょっとあのいるんですけど、だから岡本になっちゃうんですよサードなるほど。でもまだ早いじゃないですか。はい、そうですね。だからもうここも対戦はしてないんですけど。はい、原さんに、はい、もうなるっていう、まあ、見てたんで子供の時に、はい、ちょっと長嶋さん見たことないんで、はい、現役時代を、うん、原さんです。はい、わかりました、はい、ただショートはいるんじゃないですか。ショートはね、はい、坂本です。はい、もう異論はない感じですよね。そうですね、ここまでね、うん、しっかりキャプテンとしてもね、はい、やってきてますし、はい、結果も残してますし、うん、まあ、二岡っていうところもあったんですけど、おー、はい、これ坂本に、はい、ここはバチッと、うん、あげたいなっていう。だから高校卒業からね、はい、しっかり生え抜きでここまでよく育ててきましたし、うん、育ちましたよね、はい、あのジャイアンツの中で、うん、もうジャイアンツの顔ですからね。そうですね、もうだって日本代表で言ってももうショート坂本っていう感じですから、はい、これは誰もが納得だと思います、はいはいはい、では外野3人いきましょう。やっぱね外野はねもう簡単でした。ポンポンポンって出ました。お、松井秀喜さんでしょ。はい、そうですね、これはもう、 もう大納得ですね、はい、僕、はい、松井秀喜さん公式戦では対戦したことないんですけど、はい、あのオープン戦で1回まだ交流戦ない時に対戦した時に、はい、インコースストレート見逃したと思ったんですよ、はい、よしと、うん、見逃したと思った瞬間にバットが出てきたんですよ。へえ、だからポイントがもう近いんでしょうね。で、あんまり動きなかったんで振ると思わなかったんですよ、はい、ギリギリまで見てるってことですか、はい、でしかもなんか初動少ないんですよ、はい、助走とかなんかこう反動とか使わないんで、動かないでいきなりよしと思った瞬間バッと出てきて、はい、でもそういうのもねあるんですよ、うん、でも大体ファールなんですよ、はい、そういうのって、はい、カットみたいな、はい、バックスクリーン横ホームなんです。すごい人生それっきりないです。それだけです、よしと思ってホームランはそれっきりです。この人どんなにすごいんやと思いました。まだ僕プロ入ってすぐぐらいだったんですけど、2001年とかなんかそこら辺ぐらいだったような気がしますけど、はい、そのタイミングでファールじゃなくてそのもうホームラン打っちゃうっていうのは何がすごいんですか。パワーなんですか。だからもうポイントを近くまで引き寄せれるっていうことと、はい、引きつけてそこで打ってもしっかり芯に当ててあの運べるっていうスイングの速さとパワーすごいですよね、うん、はあ、そうなんだ。あれは本当よしと思ったら、うん、打ったホームランみたいな感じなんです。うーん、お、しかもオープン戦でそれだから、はい、仕上がったもっとやばいでしょうね。そうですね、はあ、分かりました。ではあと2人、はい、高橋由伸さんですね。はい、あの初球から振っていく形で完璧に振れるっていうのはやっぱキャッチャーとして怖いですよね。初球からしっかり振ってくるんで、うん、だから甘めで取りたいけど甘めで攻めれない、はい、でもボール先行しても甘めに行かなきゃいけないっていうところの、うん、まあね、守備もすごいですし、あのバット初球からね打ちに行くっていうのも本当、はい、すごいですね。へー、僕由伸さん初めて見たの、はい、大学生の時なんですよ、うん、
慶応でオープン戦した時に、はい、でいきなり初めて見た1打席目ライトスタンド日吉のグランドのライトのフェンスに突き刺さってましたからね、上段にすげえ絶対違う、やっぱこれすごいな吉野部さんと思いました。僕大学その時大学2年生だったんですけど、はい、吉野部さんは一つ上だ、一つ上です。じゃあ2年3年で対戦したね。あ、3年4年です。3年4年で対戦してすごかったですね、はい、ドーンボーン、これが吉野部か、これが高橋さんかと思いました。でも大学の時からじゃあもう名前はもういやもう超有名ですよ、まあ、監督にもなりましたし、そうですね、俺はもう絶対ね、うん、納得だと思うんですよ。納得です、はいはい、じゃああと一人誰でしょう。清水さんですね。清水さん、はい、はい、やっぱあのインコースの、あのスパットのさばきはなかなかできないです。あのコアのようにくるって回るのは、はい、だから清水に、ね、西清水清水西のこの一番最強でしょ、はい、あのバットコントロールは、はい、で外野も調べたんですよ。その布陣すっごい長く続きます。この3人が、はい、ね、松井秀喜さんメジャー行ったりとかしますけど、うんうん、すっごい続きます、この夫人が、はい、でその前になると吉村さんとかになってくるんですけど、さすがに対戦したことないし、はい、しっかり形がいるんで、うんうんうん、まあ、このベストナインですね。でもちょっと苦労しました、ね、そうですね、ちょっと悩みましたね。なんかいっぱいいそうで、はい、意外と見当たらないみたいな。意外とちょっとあの FA で来られてる方があの多くてですね、はい、あのどっちのチームに入れるんだ問題で、はい、ちょっと僕が個人的に引っかかることがいっぱいあって、はい、やっぱもうこっちじゃないのっていうのがあると、うん、人がいなくなって妥協できなくなったら、はい、ちょっとなかなかいなかったっていう。でもあれですね、その里崎さんのベストナインに割り込める今からの若手の選手っていうのも出てくるわけじゃないですか。いや出てくると思います、出てくる、ね、岡本とかね、はい、楽しみでしょうし、そうですね、はい、ここからどうなっていくかね、うん、まあ、ちょっと生え抜きの選手もねこれから頑張ってほしいですね。そうですね、はい、その中での強さ見せながらいくとね、はい、もうちょっと簡単に選べると思います。はい、